ちらの額塚にはね、万行宮ですよ。へえ。まあ、榛名神社の里宮という、そういった位置づけでしょうか。こんな感じ。はい。まあ、拝殿の正面ですね。そちらは何でしょうね。難しいね。なかなか読めないね。都内の杉も大きいね。こんな。すごっ。東海彫刻は龍かな。ああ。榛名若巫女神社でしたね。こちらね、榛名若巫女神社です。しめ縄にね、まあ、下げられているのは、しでって言います。ここ2回目の紹介ですね。このお賽銭箱。すごい。ね。こういったものもあるんだね。まあ、汽車群かな。まあ、これもよく見かけるっていうか、まあ、たまにあります。まあ、剣道自身でいいのかな。明和7年かな。カノエトラ。小さめ、まあ、天満宮ってありますね。見えますかね。大黒天。それではね、また虫除けスプレーですね。顔はまあいいんだけど、あ、メガネついちゃった。まあ足ですね、足。こうにしてね、そちらが榛名若巫女神社。からすごい草。道祖寺、文字塔。宝暦3年、1753年。
相対道祖神。黒神山神社。相馬山蔵王ってあるのかな。そして摩利支天。こちらはね、武士とか、力士の方たちにね信仰されました。こちらの目視は元宮かな。はい、春名若巫女神社からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。はい、セミキンも、ここまで上がってきたんだね。